ってねえが。普通にやっていい？普通にどうぞ。はい。そもそもゲーム最近やってないっていうね。MJ しかやってないんですよ。MJ マージャン。関係ねえな主人公。マーチャンもやってない。マーチャンはあの。さあ。ポップでした。まあマーチャンも。まあ、一応現役のバーチャル でもあったんですけどね。さあ伝説のレジェンド力こそパワーアメキャンディーキャサオくんのプレゼント。これでもかつては全員でした。でも今でもキャサオさん適当にシューティングさらっとやるってうまいですけどね。こんなゲームだと決意やって最終面まで行ったんでしたっけ。すごかったですか。確か16ショットで5面まで行ったんですか。性能は全然驚いてる、はい、ね、配信はまだ15分。Thank you.
朝岡くん全然いけるじゃないですか。全然いけるじゃないですか。
浅野さん、1000人見てますよ。プレッシャーかけてる。誰か7台受け取ってガスリー7台、ガレカ7台ガスジン王7台
ハードボーイル。
るけど、ランクゼロの状態で決めると、だいぶ下がる。ジュリラストオーダーでじゃあお願いします。
ありがとうございます。Thank you.
何コインクリアですかこれ。7コインクリア。じゃあ唐揚げあげます。優勝です。今日優勝、唐揚げ差し上げたい。すごい難しいね。すごい難しい。攻略ビデオで出してたじゃないですか。確か確か。いやだって攻略ビデオかつては出してたわけじゃない。いやでも今日言うても15年ぶりぐらいですよ。もっとじゃないですか。ああそうそう。いやむずい。面白い。面白い。でちょっとやる気出るよねこれね。面白いです。ぜひ、はい、ゲームセンターたまには行ってあげて、ガレカやってあげてください。そうですね。ミカドかヘイカ。ヘイカ。はい。まあガレカは結構設置されてる確率は高いゲームではあるんでね、遊んでもらえればいいんじゃないかと思っておりますけど。キャサーさん、じゃあ海の男になったということでね、サーフィンとガレカ両立してください。無理やり無理無理やり無理やり。15年ぶりの実演をどこかでクリアできるようになったの。いや、最後に一言一言教えてください。番組1000人見てましたから。あ、なんかなカメラ目線カメラがここちょっと今足しびれてさ、すごいすごい今立ったら多分生まれたての小鹿みたいな感じになってる。多分今多分俺そこ行けないもんだって。いやでも面白かったですね。色褪せてないですね。集大成じゃないですかこのゲーム。ね、あのランクやらなんやらかんやらの話で言うと、そうね。だから弾幕シューティングのうまく橋渡しになった究極のまあシューティングゲームかなと。そうですね。まあ、ドドンパチとかあれはあれで面白いですけど、またちょっとジャンルは違うかもしれないですけど、はい、ピンボールで言ったらなんかあのアダムスファミリー的な。そうですね。はい。わ、うん、かるわかる。わかります。今ちょっとわかりづらいなって自分で思ったんだけど。わかりますよ。はい。そんな感じですね。まあでもランクを下げて下げて極力上げず上げずとりあえずクリア目指したいなと今ちょっと思っちゃいましたね。なるほど。はい、いいじゃあまたちょっとミカドひょっとしたら月1現れてガゲッガやってるかもしれないんでよろしくお願いします。ね、ちょっと今遠くなっちゃいましたからね、はい、キャサオさん、ね、そうですね。ありがとうございます。じゃあキャサオさんがプレイしてた際には後ろから生温かく見守っていただければなと。はい、どうもでした。本日ありがとうございました。ありがとうございました。足危ないよこれ。